はい、では今日は、うどんのつゆを作っていきたいと思います。今回作るうどんのつゆは関東風のうどんのつゆと呼ばれるものです。関東のうどんのつゆは関西の人は、濃くて辛いというように言います。関東風のうどんのつゆに使うだし汁は鰹節、煮干し等を使っただしになります。関西風のうどんのつゆとの違う点は、濃い口醤油を使う、そしてみりんを加え、最後に砂糖で味を調整することです。このことによっていろいろな旨味調味料が調和されたつゆができます。 では使用する材料についてです。まず水1リットルに対して鰹の厚削りが 15g、 サバの厚削りが 15g、昆布が 5g、 そして濃い口醤油が 65g で、みりんが 50g、 そして砂糖が 15g となっています。では実際に作っていきます。では実際にめんつゆを作っていきます。まずはだしを取るところから始めていきます。最初に鍋に水を入れて常温の状態で昆布を入れます。その状態で1時間から一晩水で抽出を行います。こちら、水で1時間ほど置いておいた昆布です。次にそれを加熱します。加熱したら沸騰直前に昆布を取り出していきます。それでは、加熱沸騰するまで、待っていきます。はい、ではこのように、沸騰直前になりましたので昆布を取り出していきます。昆布を取り出したら、カツオとサバの削り節を、入れていきます。こちらは、また沸騰させず、鍋の底から小さな泡がぷくぷくと出ている状態で15分間煮出していきます。でこのように、カツオとサバの節で出汁を取っている際にアクが出てきてしまうことがありますので、アクは取っていってください。はい、では15分経ったので火を止めてこの状態で3分置いておきます。3分経ったらだし殻をこしていきます。はい、こちらが、だし殻をこした、だし汁になります。仕上げにこのだし汁に先ほど紹介した調味料を、混ぜていきます。醤油、そしてみりん、そして砂糖を入れます。加熱する時間の目安ですけれども、入れた砂糖が溶けきるぐらいで大丈夫です。またこの時加熱する際も、この加熱する際は、ブクブクと沸騰させてしまうと出汁の香りが飛んでしまうので、飛ばないように火加減を調整してください。で最後にうどんを茹でて完成したつゆをかければ関東風うどんの完成です。次回の動画では関西風のうどんのつゆを作ってどのような違いがあるかを比べてみたいと思います。